アラープは、アズローアズリーズナブリープラクティカブルの略でアラープの原則とは、リスクは合理的に実行可能な限りできるだけ低くしなければならないというものである。ライフクリティカルシステムや高信頼性システムの分野でしばしば使われる用語である。リスクがアラープ領域に止まることができるのは、リスク低減に要する費用が得られる利益に対して、 極度に釣り合わないことを示せる場合のみである。アラープの原則はリスクをゼロにするために労力とお金が無限に費やされる可能性があるという事実に基づいている。注意しなければならないのは単に損失に対して利益を量的に比べるのではなくごく当たり前にリスクと社会的利益の釣り合いを判断するということである。英国においては1949年の エドワーズ V ナショナルコールボード訴訟以後、アラープと同じ意味のスファープ、合理的に実行可能な限りできるだけ遠ざけるが、法律で謳われている。この判決は、リスクは、犠牲と、それを避けるためのお金や労力、時間に対して、十分小さくなければならないというものだった。欧州裁判所における10年間の法廷闘争は2007年6月14日に、 スファープ原則を支持して終了した。この文脈においては、リスクは、特定の危険な事象の頻度と結果の組み合わせである。リスクが許容可能かどうか判断する際には、以下の要素が考慮される。その他の要因は、リスク低減の計画で見込んでいる、改善効果をアセスメントする上でのコストである。非常に複雑なシステムではこれ自体が、とても大きくなり、 リスク低減を実行する際の制約要因になりかねない。リスクがアラープまで減少したと決める際には、避けるべき、リスクの評価とリスク回避に費やす金や、時間の評価、それら二つの比較が必要となる。すなわち、費用便益分析である。アラープのキャロットダイアグラムキャロットダイアグラムはリスクを表すのに使われる。縦に引きに伸ばした三角形が、 人参のように見えるためキャロットダイアグラムと呼ばれ、より高いリスクが上に、低いリスクが下に来る。需要不可能な領域と広く受け入れ可能な領域の間がアラープ領域と呼ばれている。しかしアラープの原則はすべての領域に適用されるため、この表現は誤解を招く。この領域のリスクは得られる利益に対してリスクが 合理的に提言できない場合に許容可能ということで、より良い表現は許容可能な領域である。ありがとうございます。